ということが、どういうことすればディフェンスって抜けるかなと思った。これまでちょっと練習やってみて。と、フェイント。と、スピード。フェイントとスピード。この2つっていうのがドリブルではすごく大事になるよね。じゃあまず、フェイント。みんなどういうフェイントしてるかな。ダブルタッチ。そう、ダブル。マイコンコーチ今やるから、ダブルタッチ。ダブルタッチ。ダブルタッチの他に何があるの？ケンスケ、わかる？お、シザース、ユーキ言ってくれた。シザース。マイポンシザース。マイポンシザース。ケンスケ、わかるかな？ケンスケ、シザースっぽいことやってたね。あ、ルーレット。ルーレットもあるね。マイポンルーレット。マイポンルーレット。かわいいやな。ほら、あとは？なくなってきた。ステップオーバー。ステップオーバー。マイポンステップオーバー。裏回転。裏回転。そう、みんな言ってくれた、うん、それぞれいろんなのあるよね。今日練習だからそういうのどんどん挑戦していこう。練習だから自分のできないことをできるようにするのが練習だから、これいっぱいやっていくと体にも染みついて試合中も出るように。聞いてる？セミ今日中コーチいないからね、セミにはできない。ドリブル、あれ基本パワーと言うんだって。で、次はみんなにディフェンスやってもらうから、みんなディフェンス。今コーチは優しかったけど、みんなディフェンス取り行っちゃっていいからね。取り行っちゃって、だからディフェンスやってる人もなるべく抜かれないように。じゃあちょっとマイポンコーチをトークコーチやってもらうかな。はい、じゃあこっち見て。